今前半の45分がスタートしました。画面左から右に攻めていく青と黒の縦縞のユニフォームがガンバ大阪です。その、コントロールっていうのは本当にこう苦労されていると思いますよね、まあ、タイトルを取ることがある意味当たり前になってきているね、そんなチームですからね。ここはパスが通るか、新井左足で入れる、2人いる、体をうまく入れました。カジノディフェンスです。試合出場の山内、メモリアルゴールなるか、フリーキックのチャンス、ヘディングシュート、枠を捉えることはできませんでしたが、チョジェジン、ニアに走り込んできたチョジェジンです。ほぼこう振り切って高さをね見せましたチョジェジン。夏ぐらいからしてこの400試合出場についてはですね、佐藤選手にちょっと聞いたんですけども、やっぱりあの周りの目もね、30を過ぎると厳しい目で見られるということでね、まあ、衰えたと言われないように、まあ、数年前からインナーマッスルを鍛えるトレーニングを入れるということなんですね。明神がドリブルからシュートを打ちます。どうぞ。また天皇杯でアントラーズと準々決勝を戦います。そこへのモチベーションというのもあるでしょう。いい位置でボールを取ったのは千葉ですが、ここも潰します。高木から前へ、チョジェジンが競る、そして山崎だ、チャンスになる、シュートは正面でした。岡本への正面のシュート。千葉もいいところまでボールは運んでいますが、なかなかフィニッシュまでいきません。中央からのつなぎ、ここもトラップ流れたところを明治、それで中盤でのミスが非常に多いですよね、はい、千葉の場合は。二川、左から高木、シュートを狙ってきました。左足のシュートです。二川、この辺りはジェフは注意しなければなりませんし、ガンバとしてはなんとか一つ、入れたいですね。おお、ニアへ先制ゴール、相手の裏をかくニアポストへのガンバ大阪遠藤のシュート。ガンバにいるっていうのは素晴らしいですよね。これはすごいですね。完全に岡本も裏をかかれました。しかもそれ、今ちょっとあの視線を、ね、見ていただいても、はい、もうあたかもクロスボールでピンポイントで合わせるで、ね、北川戻します。センターバック今日400試合出場、山口、遠藤、先制ゴールの遠藤です。さあ、柔らかいパスが出てくる、チョジェジンが入っていく、シュートを打つ、枠に当たりませんでした。今のは山口と遠藤の間で、そしてボール、はい、あのパスをこう、ね、同じパスをこう、かわしながらもターンできる時を見つけて、そして、チョジェジンです。北川クロス、人はいませんでした。セカンドを明神が取ります。安田シュートを狙ってきました。文化であったり伝統いる、はい、あのサッカーのスタイルの伝統、どういうやり方かということになりますよね、はい、米倉右へ、坂本、中に3人、4人目も入ってくる、ここで入れてアレックスがいた、アレックスシュート、最後まで佐々木が戻って守備をしました。不動からのパス、佐々木のワンタッチ、山口からのパス出しですが、不動を引っ掛けた、そして米倉、このスピードがいいですよ、はい、今入ってきて、今いいシュート、決定的なシーンを作りました。最後は米倉左足のシュート。そうですね、今のような攻めがやはり、はい、ね、あの一瞬でもやはりこのディフェンスからも含めできるんですよね、少しタイムを貯めておいて、これはこれでチャンスがあってからシュートという、はい、この絡み、逆サイドには佐々木がいます。安田もセンター上がってきています。坂本との接触がありました。ファールはありません。今度はつなぐジェフです。深い右に米倉、先ほどシュートを打ったプレイヤーです。そして中の新井を使います。もう一回もらってシュート、斉藤大輔も最後詰めていました。シュートしたのは深い、今詰めていたのは斉藤大輔です。チームチャンスを作っていますけれども、はい、米倉選手なんですけども、あの江尻監督がお前がしっかりしてチームをこれから支えていかなくてはいけないというふうに、ね、名指しをしているんですね。ここもシュートを打ってきます。シュートが多くなっているとちょっと、あのいいことだと思いますよね、はい、
山崎、お山崎抜いてきた、中に3人いる、ドリブルから通れる、PK、山崎が今度はどんな PK を見せるでしょうか。ガンバ大阪遠藤強く右隅に決めました。2対0ガンバ大阪リードを広げました。引き離されましたからね。このセットプレー流れを変えられるか。アレックス左足で狙ってくる、決めが反応しました。ショートコーナー使う、スルーをして後ろからシュート、これも藤ヶ谷反応しました。最後は中央ミドルレンジからのシュートでした。いやこれは難しい対応を迫られたと思いますが、藤ヶ谷がね、3年生から国体なんかで一緒で、もう兵庫県人会としてね、うん、すごく仲良くしてるんですが、はい、本当に寂しいんだけれども、うん、末永くサッカーを続けてね、ゴンさんとカズさんのようになるまで一緒にプレーしたいと話しています、うん、はい、あの当時 の、 兵庫県の選手というのはプロになってる選手が多いんですよね。そうですね。アレックスゴール前、うん、今のプレイヤーですが、うん、実は今日会場のジムさんが知ってるという両方ですね。はい、アウトするのは9番深井選手です。はい、あ、そうですか、深井に変えますか。その深井だ、チャンスになる、スライディング行きました。山口です、これからシーンがこれからちょっと多くなってくるんじゃないかなというので、はい、黒が入れてきます。坂本左足で狙ってきました。遠目からのシュートです。足を取られました。チャンスになる、バンドにボールが来た、バンドシュート、うーん、岡本さんありました。バンド左足のシュート、サポーターも大喜びです。これはね、サポーターの方にとっては本当にもう痺れるでしょうね、見たいシーンです。チャンスを得ました。後半の30分、高いボール入れてくる、ヘディングシュート、ジョジェジンです。最後は山口ですかね。ここは山口でしたね。そうですね、はい、山口です。やっぱりどうしてもその前で詰まってしまいますよね、はい、というか受け手としてその出るタイミングも含めてね、うん、中央からここは抜け出した、アレックスだ、アレックスシュート、最後は角度のない形になりました。ここは持って角度のないところからのシュート、ゴールキーパー藤ヶ谷、安田、北川、この時の北川のその間合いの詰め方というかね、うまいですよね。相手をスッと置き去りにしていく、中に4人、2人目も入る、クロスが入ってくる、ヘディングシュート、カメト、こぼれ球、安田が決めていきます。クロスボールが入ってくる、少し長と動きは合いませんでした。バンドがワンタッチをして、ジョジェジンからボールを狙う、バンドだ、バンドにボールが当たると歓声が上がります。万博記念競技場、バンド出して、そして安田、もう一回足元をもらおうというバンド、こういう形で当たらなく、はい、本当に創世紀の J リーグであったり途中から例えばその前を抜け出してシュートを打った、金沢の決定的なシーン、ボールを奪ってナンパの陣体まで上がってきた斉藤大輔です。いいパスからバンドラ、バンド最後優勝の美を飾るか、ワン
タッチだった、岡本私も思わずになってしまいましたが、来たんですけどね、来ましたね、バントらしい受け方からね、シュートの形を持っていきましたけど ね、 いや岡本もよく反応しました、はいはい、ここで笛、2対0、ガンバ大阪、ジェフユナイテッド千葉を破りました。2009年第34節最終節万博記念競技場で勝ち点3を取りました。バンドと斉藤大輔が抱き合いました。